皆さんこんにちは、ペストでございます。ハオデンの337回目やっていきたいと思います。ではね、伊藤さんの初陣でお供にね、吉岡さん連れて、吉岡さんと吉岡さんだけ、あ、野本さんもちょっと保険で連れていきたいと思います。600の舞台で、伊藤さん、吉岡さんもご利用していきます。野本さんで、はい、でマックスの、あー違う一切今回鉄砲持っていくつもりないんで、あ、野本さんだけ、うん、鉄砲にしようか。うん、これでいきましょう。で、線。よいしょ。はい。で、こっちからは高山さんね。ああ、籠城だね。ああ、よかった。回線に並んで。ああ、高山さんも早かったね。161なんでね、早めに取り付けば、あら、まあ当然、うわー減るな。
垂れちゃった。したいね。まあちょっと厳しいかもしれないけどね。政治がいいんですよね、松浦さん。まあ609、あ、若干減った口かな。で、もうここはね、伊藤さんにお任せして引いちゃいましょうか。はい、相良さんはもう、あ、あ、大丈夫ね、商業地が足りてないかなって一瞬思ったんですけど、あ、ほぼ来ましたね。ただThank you.
で、三秀さん、そうですね、ガッチへ送っちゃいましょう。笹山ね、まあイベント的にはね、条件満たしてないんで、本能寺の変はまず起こんないとは思ってるんですよね、残念ながら。重成さんどうしようかな。それ以外とね、まあ小太郎ちゃんは連れていきましょう。侍の扱いにされてますね。6位まで上がってきましたね。朝廷貢献度がね、分かんないんで。70ね。またちょっとお金渡さないといけないですね。わあ、商業地が77まで下がっちゃった。とりあえずちょっと、さんとか無理だな。天野さんとよいしょ、下二人、節斎さんと信君さんでやっときましょうか。であとは農業だね。ごめんなさい、ちょっと、訓練しときたいけどね。まあこのそうですね、山内さんとかこの辺が溜まってからですよね。とりあえずここは700目指して進みましょう。いっぱいになったらね、また政治できる人を移動すればいいだけなんで。カロクちゃん何しようかな。商業奨励かな。Thank you.
ょっとい、あー、いや、ここは農業2回やらせよう。事業地が欲しいよね。してから商業をもう一度鍛え直したいですね。はい、上市場なかったね。良かったですね。二人だけかな。そうですね。はい、伊勢志摩。
まあメンバー揃ってるんで、訓練度も100で申し分ない。まず輸送ですね。で冬場に波数雇いましょうか。125ぐらいにせて 500輸送しましょう。たらにしよう。半沢さん、ではね、今回ちょっとここで終了とさせていただきましょうか。覇王伝の337回目ですね。あと何回ぐらいかな、350ぐらいはちょっとね、めどに考えてるんですけど、城の数から考えたら多分無理でしょうね。まあだいぶ戦力、兵力はね、送ってるんで、攻略もスピードはね、格段に上がってるんですけど、ちょっと人員配置うまくできてない感じがあるんでね、その辺がちょっとまずいかなというところですね。もうしばらくお付き合いいただきたいと思います。それでは、今回ここで終了です。ありがとうございました。さよなら。